ではごゆっくり。これから入ってくる金の額をうかつに口走ってしまった俺も大概だが、あの奥さんもどうなのか。待てよ、これならめぐみに訴えられても勝てるだろう。いやいや、勝てるだろうか。くそ、もっとしっかりと法律の勉強をしておくべきだった。こんなことならもっと。マサ、落ち着いて考えよう。春とはいえ夜は寒い。こう寒くては考えるどころではない。まずは布団に入って落ち着こうか。無意識のうちにめぐみんの隣に添い寝していた。いくら言い訳しても誰も聞く耳を持ってはくれないのだ。なんという理不尽。痴漢冤罪みたいなもんだ。何もしていないのにそんな展開が予想できると言うなら、これだけの条件ならばあのセナにだって裁判で必ず勝てる。おはようございます。おい、布団めくるなよ、寒いだろ。おい、俺が何かするようなやつだと思うのか。今まで何もなかったんだぞ。あ、そうですね、ごめんなさい。そもそもお前の母ちゃんに鍵をかけられ閉じ込められてるんだぞ。本当に何もしてくれないのですか。せっかく二人きりなのに。あれ、バーカ、せっかく二人きりなのに何もしたいわけがないじゃないか。バーカ、そんなことだろうと思いましたよ。今日はユンユンの家に泊めてもらいます。ここの観光案内してほしいんですけど。私はちょっと行きたいところがある。カスマたちは遠慮なく観光してきてくれ。ではアクアとゲスマの二人ということですね。この里にはいろんな観光待てやこら。どうしたの、寝ているメグミンにいたずらしようとしたカズマさん。